続いて、赤い靴という横浜を代表する唱歌をお届けするんですが、僕自身が、ね、横浜の本牧というところ出身で、山下公園は小さい頃から、バットを振ったりボールを投げたりとか、してたんですけど、なんだっけ、高校生の時にね、野球部の友達と上半身裸でバット振ってたら近く の警察署に連れてかれたそういう痛い思い出があるんですけど、まさかの大人になってから、本当に山下公園で、いたと思ってなかったんですけど、そんな中でも本当に山下公園の皆さん、ベンチに座りながら、本当に、優しい顔して聞いてくださってるのを見て、今日はロケーション山下公園と似てるんで少しでも横浜ということで、この歌を聴いていただけたらと思います。引き続き赤い靴という歌をお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。初めて、金沢、文庫の方、見たら